皆さんこんにちは、本のすすめ横松新平です。今日おすすめするのはジョン・ディクスン家曲がった蝶つがい草原推理文庫三住和代役。これも新役です。なんかね、最近草原推理文庫の回し物みたいになってますけど、いや回し物になってもいいんですけど、たくさん読んでます。これは謎めいたものをてんこ盛りで味わいたいあなたのための本です。この帯に書いたんですけども、もうここからてんこ盛りですか。真の相続人をめぐる奇怪な殺人、古ぼけた児童人形の怪、タイタニック沈没の夜の謎。そしてこれがね、この児童人形の絵ですけども、怖いですね。だけどね、ちょっとね、どんなものか読んでみたくなりますね。これどういう話かっていうと、イギリスの貴族が相続をするんですね、財産を。そしてところが1年後に別の人が現れて、自分こそ真の相続人だって言って、どっちが本物だろうっていうところから始まるんですけども、まあいろんなね、殺人が起こったり、この人形が出てきたり、いろんな謎が錯綜して、これでもかこれでもかっていうぐらいですね、いろんなことが起こる中で、でもこうこのフェル博士っていう名探偵が登場して謎を解き明かすと、まあびっくりするような、犯人が現れて、そうなるとちょっと最初からもう一回ね、読み直して、私読み直しました、すぐに。まあこの怖くてドキドキしながら、最後にはすっきりするという、巨匠カーによる名作の新訳ですね。ぜひね、ちょっとね、この不思議な、このね、特にこの人形、この人形はね、実に気になります。これいい表紙ですね。これは謎めいたものをてんこ盛りで味わいたいあなたのための本です。それでは皆さんごきげんよう。本のすすめ、横松新平でした。